宇宙世紀0079、ジオンが開戦と同時に決行したコロニー落としは、ティアンム提督率いる第4艦隊の応戦により地球連邦軍総司令本部ジャブローへの落下に失敗した。しかし分裂したコロニーの破片が地球全土を襲い、その被害は甚大なものとなった。予備戦力としてルナツ入りをすべく移送中だった俺の目に、あの光景、あの破滅の光は深く焼き付いた。その人類史に残る大惨事から日を置かず、ジオンは再びコロニー落としを行うために動き出した。これに対し連邦軍は、先の戦闘で壊滅的打撃を受けた第4艦隊に代わり、レビル将軍率いる第一連合艦隊の派遣を決定。俺はアンダーソン艦長の船であるサラミス級軽巡洋艦サンタフェに戦闘機隊隊長として所属することとなった。第一連合艦隊の抵抗を前に、ジオンは早々にコロニー落としを断念し、戦いは大規模艦隊同士の総力戦へと移行。ジオンの新兵器モビルスーツの圧倒的な力を前に、俺たちは艦隊護衛の任務を果たすこともできず、母艦であるサンタフェをはじめ友軍の艦艇が次々と沈んでいくのを呆然と眺めるだけだった。この戦いから生還した俺は、あの圧倒的な力に対抗するためにモビルスーツパイロット転換訓練への参加を志願し、新たに編成予定のモビルスーツ実験部隊のパイロットとなった。俺はもう無力じゃない。目の前で起こる惨劇を見過ごさないだけの力を得たんだ。目標地点到達。ミノスキー粒子濃度62、モビルスーツ降下始め。皆さんご無事で。これだけミノスキー粒子がこければ対空砲火は来ませんね。いつでもどこでも巻いとけばいいってもんじゃないのさ。んじゃもうぼちぼち行くとすっか。二人とも油断をするなよ。半島エリアの脅威目標は沈黙しましたね。やれやれ、敵さんのザクよりジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると生きた心地がしなかったぜ。俺は死ぬ時はベッドの上って決めてるんだ。優勝お互い鉄の棺桶の中じゃ死にたくはねえよな。ああそうだな。大変です、所属不明のモビルスーツが作戦エリアに侵入。友軍にかなりの損害が出ています。各機応戦をお願いします。おいおい勘弁してくれよ。何なのよそのいい加減な情報は。来た、あれはジムじゃないのか。早い、考えてる暇ない、応戦するぞ。やるしかねえか。止まった、やったのか。司令部より入電、所属不明機の追撃は不要、速やかに撤収せよです。追撃しろって言われても無理ですけどね。どうにも気なくさいね。まあ詮索すんのはよしとこや。なあ優、んどうした。ああいや何でもない。作戦終了です。皆さんミデアとの合流ポイントへ移動してください。お疲れ様でした。モーゼス博士、カムラ技術隊員、BD-1 回収成功。パイロットはダメでした。博士、オルタではやはり暴走を抑え込めないようですね。うん、当面はオリジナルのコアを使用するしかなさそうだ。
しかし暴走とはいえ、エグザム発動時の戦闘データは取れました。 BD-1 の改良を進めつつ、残る2機にはこれ以上の性能を与えてみせます。そうか、私はオルタの暴走要因を排除し、オリジナルを超えるシステムへの改善に努めよう。今回のバージョンは例の機関にサンプルとして回して構わん。それよりもう少しパイロットの質は上がらんかね。パイロットに関して言えばジオンの方が優秀だったぞ。それですが、つい先ほど候補者を見つけました。次の実験までには根回ししておきましょう。この新型の情報が漏れてたのか、それともエネルギープラントが目的か。おいおい、こちとらまだ鳴らし運転中だってのによ。少尉、敵はこちらの都合なんて考えてくれませんよ。なるだ、分かってない。うちから言わせろよ。各機警戒を厳に、沿岸に敵部隊が上陸します。陸上部隊と合流せずに仕掛けてくるのか。伍長、俺たちは海側の奴らを仕留める。守備隊はプラントの防衛に専念するよう進言してくれ。了解です。しのげたようだな。新型使えますね。我々の活躍に基地の連中も大喜びでしょう。バカ、モビルスーツ乗りってのは他の連中から見ればエリートなのよ。これくらいできて当然ってくらいにしか思わんさ。そう、これは力を持つ者に課せられた義務だ。高速に接近する機影を捕捉、データ照合。これはドムです。3機、ここで真打ちが登場か。物量船は連邦のお箱だってのによ、こりゃ厳しいぜ。我々が迎撃するしかないですよ。やるぞフィリップ、サマナ。なんとかやったな。やれやれ、ユー、今日ほどお前が仲間で嬉しく思ったことはないぜ。本当ですよ、ユー少尉がいなかったら今頃。ユー少尉は我が隊の誇るエースの中のエースですね。なぜこんなところにジオンが。待ち伏せを受けたのか。大尉、救援信号は発信しましたが、逃げ切るのは難しいかと。だろうな。ありったけの発煙筒と次元信管をランダムにセットしたミサイルをばらまいて時間を稼げ。上層部の奴らに俺たちを便利屋かなんかだと勘違いしてるんじゃねえか。実験的な任務が主体で、モルモット隊なんて言われてるくらいですから、ある意味似たようなものかと。ダメらっしゃい。あの海でのバカンスを俺がどんだけ楽しみにしてたと思ってんだい。そうか、フィリップは宇宙生まれだったな。だとしてもです、救助を待つ友軍の方が大事に決まってるじゃないですか。おいおい、マジになるなってサメネ君。だからこうして砂にまみれて目を皿にして探してるんだろうが。はい、おしゃべりはその辺で。敵部隊との遭遇戦もありえます。警戒を厳に。友軍か。いや、残念ながら新手のお出ましのようだ。なんで味方を。大尉、これでよろしかったのか。仕方あるまい。積み荷を破壊されるわけにはいかんか。ですな。あとはあの連邦の人形どもを排除するとしましょう。ようやく裏切り者クルストの尻尾をつかんだぞ。さあ、このニムバス・シュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。鉄砲の増強ともどもな。あの真ん中のやつ、
あの青い機体、奴に近い殺気を感じる。おいおい、似てるのは色だけだろ。冗談にしても笑えないぜ。油断するな、来るぞ。上での戦闘は負荷が高いか。これ以上は機体が持たん。くそ、あの赤型野郎め、いいところでトンズラかよ。マシントラブルのようでしたね。でもあれ以上やってたら、奴の力は根本的に違う種類のものだ。今俺では奴に。回収部隊が間もなく到着します。我々は護衛として共に帰還せよとのことです。少しは休ませてもらえるのかね。なんだか面倒なことになっちまったな。おい、ユウ、その化け物の調子はどうだ。少尉、言葉を選んでください。部隊の規律が。いいんだ、様な。今まで通り、俺たちは対等なチームだ。そうそう、今さらかしこまったってしゃあないだろ、様なちゃん。注意はそういうの。ああ、そうしてくれ。フィリップ、今のところブルーは問題なしだ。操作系は敏感だが、機体の動作自体はコマンドより少し重く感じるな。低武装が山盛りでか。アルフさんよ、ブルーに搭載されてるエグザムシステムとかってのは、あれ一体何？そうだな、簡単に言えば機体の性能を目いっぱい引き出すことのできる戦闘補助システム。今その認識で構わない。まあいいさ、まずはジャジャウマ鳴らしていく。さあやるぞ。さすがだな、ユウ。一発でそいつを乗りこなしちまうなんて。ん？ああ、しかしあの時の力を再現するにはエグザムの使用が必要ということらしいな。力そのものを求めすぎると、何のために力を欲したのかを見失うぞ。何です、少尉。いや、何でもないさ。行こうぜ、サマラ。短期突入なんてさすがに無茶すぎますよ。ユウ、なんだか嫌な予感がするんだ。気をつける。大丈夫、こういう時のための力だ。熱量の上昇具合から予測した発射までのカウントダウンを送信します。お願いします、皆さん。ブルー、お前の本当の力を俺に見せてみろ。お願いします。冗談が過ぎるぜ、ユウ。もう終わったよ、敵はいねえ。すまない。ユウ、おい、大丈夫か、ユウ。サマナ、来てくれ。ブルーを回収して交代する。ユウフー、下噛みますよ、上位。強行着陸、一気に行くぞ。各自、機体チェック。行けます。問題ないぜ。よし、一時部隊突入だ。ほら、いいよ。了解です。
ボスだ。エグゼンが勝手に発動しようとしている。下がってみてみ。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。貴様ごときにエグザムを扱えるものか。私とお前どちらが真にエグザムに認められし騎士か、勝負だ。この感じいつもとは違う。二人とも離れてくれ。そんな、我々も一緒に。ここはユーに任せる。行くぞ、サムナ。ユー、そんな化け物に飲まれるんじゃねえぞ。お前はお前だ。ああ、そのつもりだ。お前じゃない。彼女はどこだ。憎しみと絶望を語る人は違う。そんなに単純じゃない。やらなければやられる。うるさい。俺も間違えていた。今はわかる。何かを守りたいという願いが力だ。なら示して。そうしたら力になる。早く出てきてくれ、マリオ。バカな、この私が。これは機体の性能差か。違うな、ニンバス。これはマリオンの意志だ。これで出せるわけには。ちぎりジークジャーク。俺は無力だ。俺はまた。すまない、マリオン。いいえ、あなたは示してくれたわ。そうか、わかったよ。君を救う方法は。ユー、おい、生きてるか。生きてます、生きてますよ、少尉。泣くんじゃねえよ、タク。やつは機体はあの通りだが、しぶとい野郎だな。うまく逃げやがったよ。だろうな。ブルー、壊れちゃいましたね。これカムラ隊にどう説明します。おい、ユー、こりゃ後が大変だぞ。だな。隊員、ラウとイフリート会は残念でした。ああ、ラウに感謝せねばな。見事に脱出のチャンスを作ってくれた。しかし、期待に限界が来ていたとはいえ、エグザムを失うことになるとはな。しかし隊員、我々の戦いは報われました。ついにクルストの居場所を特定できました。何？そうか、ついに突き止めたか。クルストよ、首を洗って待つがいい。注意、我々が敵を抑えているうちに早く。落ち着けよ、サムネちゃん。数はそこそこいるようだが、奴ら
キャリフォルニアベースからの配送部隊だ。装備は大したもんじゃねえはずだ。ブルーはすぐ出撃ってわけにはいかん。だがまあ、俺がいるんだ。最速でセッティングしてやる。二人とも無理はするな。少しの間、持ちこたえてくれ。おう、そら敵さんおいでなすった。さて、お仕事お仕事っと。おい、そろそろどうだ。ああ、待たせたな。基本は一緒だが、こいつは宇宙でも使える強化回収型だ。リミッターも最新バージョンに変えてある。思いっきり暴れてこい。了解。ユー・カジマ、BD-3、出るぞ。これが3号機。なんだよ、名前はブルーなのに白いのかい。コードネームとあの塗装は博士の趣味さ。このカラーが純正だ。それよりユー、いいか、絶対に壊すんじゃないぞ。急ごしらえにしては良好のようだな。ああ、いい機体だ。アルフさん、大変です。研究所が襲撃を受けました。 BD-2 が敵に奪われ、クルスト・モーゼス博士は残念ながら死亡が確認されたそうです。なんだと？そんな、バカな。増援か？助かる。そんな予定はねえだろ。まあ別任務にしろ。友軍なら手伝ってほしい。こちら11独立機械化混成部隊、ユー・カジマ中尉だ。応答してくれ。二丸独立機械化混成部隊、トラビス・カークランド中尉だ。状況は？二丸？モルモット仲間とは心強い。あの基地の HLV の発射を阻止する。敵モビルスーツ部隊への攻撃を頼む。了解した。施設内熱量が急上昇。 HLV 射出されます。させるか。うおー、逃げた。ベッド方面より新たな敵部隊が接近中。サトルは逃がしたが、データを手に入れる必要がある。もう少し付き合ってもらいたい。いいとも。そのデータってやつに興味もあるしな。周辺に敵兵はありません。片付いたようだ。注意、協力に感謝します。こちらこそ。一つ聞かせてもらっていいか。以前ジャブロでそれとよく似た機能を備えた青いモビルスーツに襲われたんだ。え？おそらくそれはエグザムをベースに作られたハデスを搭載した実験機、ペイルライダーだな。しかしあんなものとブルーを一緒にしてもらっては困る。ブルー専属の技術士官、カムラ隊です。ペイルライダー、死の象徴、第四の騎士か。目視録とはベタだね。協力を要請されたことがある。オーガスタ基地の郊外で非人道的な研究をしている胸くそ悪い連中だ。基礎データとサンプルを上からの圧力で持っていかれたよ。なるほど、オーガスタね。やばい匂いがプンプンするわ。下手に首を突っ込むと死ぬぞ。君らはモビルスーツのテストだけしていればいいんだ。ご忠告どうも。なあ、好きにしろ。こっちはこっちで時間がない。今の情報は協力してくれたことへの礼がありだ。うん、カジマ中尉だったが、君の戦いを見ればブルーとペイルライダーが本質的に別物だと理解はできるが、危ういな。これからその力をどうしていくかは君次第だぞ。頑張れよ。あなた方は？いえ、
肝に銘じておきます。博士の亡命により研究所は閉鎖されたようだ。施設内は随分長く無人だったようだ。とにかく俺はデータを集めてみる。アルフは俺がバッチリ護衛してやるから心配すんな。ユウ、お前はそのままブルーで周囲の警戒に当たってくれ。2号機が現れた時はできればコロニーの外へ誘導するんだ。帰りの足をなくすわけにはいかん。輸送船の方はサマナに任せたぞ。任せてください。ってボールでできることあるんですかね。もうしっかりしてくださいよサマナさん。こちらは今のところ異常ありません。静かすぎて不気味なくらい。ユウ気をつけてね。銃だけ特別扱いとはお安くないね、モーリンちゃん。感じる。確かに奴は近くにいる。ユウ、コロニー内にかすかながら熱反応が点在してるわ。モビルスーツかも。わかった。施設から離れて陽動してみる。なんてこった。これが博士の目的。こんなものが、こんなものがエグザムのコアになってるっていうのか。アルフ、とりあえず船に戻ろう。嫌な予感がする。急げ。こんなバカな計画のために作ったんじゃないぞ。クロストめ、クソ、クソ。ジュウ、お前はこれを信じるんだな。ああ、俺は信じるしかない。いや、信じなければいけない。そのためにも2号機との決着をつける。ジュウ。連邦に残った最後のエグザムを持ってわざわざこんなところまで追ってきてくれるとはな。感謝の言葉もない。さあ、どちらが真にエグザムに選ばれし者か、ここで決着をつける。行こうマリオ、君を救う最後の戦いだ。そういうのか。争いをなくすために私が協力します。本当にこれは必要な実験なのですね。博士がこうなってしまったのは私のせい。みんな救いたいの。みんな
は聞こえないんだ。彼女の声が。声が。それごと言うな。彼女が貴様に語りかけるはずがない。彼女の意志をエグザムを継いだのだ。それが間違いだと貴様は気づいているだろう。私はエグザムでジオンを勝利に導く。彼女エグザムの望み。貴様もエグザムに囚われているとどうしてわからない。マリオ、すまん。俺は奴を殺してしまう。それが彼の救いならば私もこの手を。ユバス、エグザムの呪縛を断ち切る。貴様がエグザムを語るのか。あなたには待っている人たちがいる。ありがとう。この輝きは希望そのものだ。ありがとう、マリオン。あの戦争からしばらくして軍を退役したフィリップがサイド6で開いたパン屋に休暇を使って出向いた俺は、なぜだか近くの公園へと足を向けた。ベンチで静かに本を読む少女の前を通りかかった時、久しぶりですねと空耳を聞いた気がした。エグザムから解き放たれた彼女がどこかで目覚めてくれていればいいなんて、ハッピーエンドを望む思いが心のどこかにあったのかもしれない。その後も何度も争いは起こり、俺は戦い続けた。ダメだ、アクシズは地球への落下コースに入った。総帥は一体どこだ。ダメだ、これじゃ地球は。なんだ、ロンドベルのモビルスーツがアクシズに取り付いたぞ。モビルスーツ、何のつもりだ。ブライト艦長に確認しろ。諦めの悪い奴が俺以外にもいるなんてな。なんだ、モビルスーツが次々と。バカはやめろ。あの悲劇を、あの絶望を、俺はもう一度力を貸してくれ、マリオン。違うでしょ、みんなの思いと希望が力になる。ほら、何が起こった。わかりません、アクシズが落下コースを外れていきます。ああ、俺はこれを知ってるな。これは希望の光だ。